こんにちは、チンピチャンネルの大塚です。今回はデッサンの、基礎、説明をデザイン工芸科の講師大橋哲先生にやってもらおうと思ってます。ではお願いします。こんにちは、市内デザイン科講師大橋哲です。今回もよろしくお願いします。今回はこの木の立方体を描いてもらおうと思ってます。基本的な調子の付け方、木の木目というところを、説明をしてもらいながら、デッサンを描いてもらおうと思ってます。レッツ。はい、お願いします。まあ鉛筆は今回は 3B、HB、3H、 あと F あたりの鉛筆を使っていきたいと思います。はい、それからガーゼ、ネイリゴム、画用紙ですね。軽く中心に十字を書いて基準としてここに書いていきたいと思います。地面というか画面に対して水平線をこう照らし合わせた時にどのぐらいの角度でこう傾いているかという、まあ、ざっくり見てます。この縦の辺は地面に対して垂直に、まあ、浮いていると思うんですけど、要はここの辺とここの辺がもう無限に遠くに行くとやっぱりこう一点で交わるので、もうこう平行ではなくてちょっとこう僕が凄んでいるとか、そういうことが起こりますね。ここ量感を少しずつ出していきながらさらに合わせていく。斜め45度こう一定に塗っていけるといいかな。大まかに3面とりあえず一番明るい面、その次に明るい面、まあ一枚暗い面、一枚暗い面、まあ影のこうこすって目に鉛筆の粉を入れていきます。 F のちょっと先が丸いぐらいのやつを押し当てて面を潰してる感覚が感じつつながら色をのせていきます。次は床の影、面に対して水平な線が床が平らになっていくので、基本中の基本、この面は 3H ですね。 3H の金粉のやつひっくり返したりとかして見たりすると結構狂いに気づけたりするので、とりあえず大まかにその立方体状のものがこう床に置いてあって、光がこういう方向から当たってるみたいな状況までをとりあえず言おう。木材ならではのこの木目の表情だとか、まあ、あとは木材そのものの色というか固有色とかかければいいかなと思います。OK。はい。